ちは、ミレイユ役の三石琴音です。ベルベットに包まれた刃物、絵の感じとか、あと音楽とか、とてもなんかこう気品あふれている感じがあって、高級感がなんかあるような印象なんですね。なのでそういう、ベルベットで、でも実は中に持っているのはとても鋭いもの、自分をも傷つけてしまうような刃物なのかなと思って、そう言ってみました。フランス版必殺仕事人、もうご存知の方は分かると思いますけど、そのものですよね。あの仕事を請け負って、でその仕事を遂行するっていう、プロフェッショナルとしてそういう生活をしているっていうところで、私の中にはこうね、こう気分は中村モンドーで、音楽があの定番の仕事に行く時にかかる定番のあの「あいやはあふぅ」っていう音楽があると思うんですけど、今流してもらって、この音楽は私の中でも仕事人のテーマと呼んでですね、あのアフレコでは望んでいました。まず物語の最初の頃は、あのミレイユのこう明るい、表面的ですけれども明るいキラキラっとした部分と、あと仕事をする時のプロフェッショナルとしてのこの冷徹な部分っていう両面がこうバランスよく出てたんですよね、最初の頃は。なのですごく毎週毎週楽しくって、スタジオ行くのもうワクワクしながら行ってたんですけれども、後半はだんだんこう明るい部分と暗い部分、暗い部分だけばっかりになってきちゃったので、もう後半にかけてはちょっとこうカラカラっとした明るいセリフを言いたい言いたいっていう気持ちもこうふつふつと湧き上がったりしてました。はい、ミレイユは客観的に見て私は女性として好きなタイプです、とっても。で、幼少時代は描かれてて、で現在キリカと出会うところからは描かれているんですけれども、あの一人で生活をしている、一人で仕事をしている時の彼女にどんなことがあったのか、どんな仕事を請け負って今までこなしてきたのかとかを常にこう想像しながら、オンエア上では時々こう垣間見えるんですけど、具体的には描かれていないので、勝手に想像しながらやらせてもらっていました。2つあるんですけど、1つはミレイユの過去がふっと垣間見えた、あのだから言ったのにっていう、キリカが淡い恋心抱いたけれども、それがもうとても悲劇で終わってしまったっていう時に、だから言ったのにやめなさいってっていう、だから言ったのセリフはですね、彼女もきっと昔同じ思いをしたんだろうなっていうのがちょっと垣間見えて、ああどんな人に恋をしたんだろう、どんな風に破れてしまったんだろうっていうのが見えて、とても印象深いですね。あとはあのキリカに、キリカのことをこう言った、言えて妙だなと思ったんですけど、彼女自身にあなたは得体の知れない何かよって言ったセリフが、もうキリカにとってはとても傷ついちゃうセリフだと思うんですけれども、得体の知れない何かよ、本当に その通りだなと思って印象深いですね。そうですね、現場は割とこう物語が物語なんで静かなんですけれども、まずゲストの皆さんとか朝ちょっと席について、で監督が入ってきて、で真下監督がまず、おはようございます、ゲストにいらっしゃった誰々さん本当にすいませんって朝一でこう頭を下げるっていうのが恒例になってまして、なぜかというと、あのゲストにいらっしゃった方はほとんど 95% ぐらいの方はあのお亡くなりになって帰られるわけですよね。なのでせっかくね来ていただいて、本当に死んじゃってすいませんって謝るのが毎週毎週だったので、ちょっと面白かったです。
でもまあね、ゲストにいらっしゃった方はその中でもこう生き様をバッと見せて帰られるので、すごいなーなんて感心したりもしました。おすすめはやはりあれしかないでしょう。ノワール版仕事人のテーマ、勝手に三菱代に変えるが一番好きです。もう魂が揺さぶられるっていう感じでですね、まあ、あの本家仕事人で言えば夜の江戸の街、ちょっともやなんかかかっちゃって、でそこの道をですね、真ん中に中村モードが向こうからかシルエットで逆光で歩いてくる、その横をだん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 こう前に進むにつれ、ヒデさんが登場する、そしておかゆが登場するとかい こう仕事人がどん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 増えて、 こっちに向かって歩いてくるっていう、これからお仕事だっていう、そういう気持ちになりますね。わかりますかね。これからですね、どん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 佳境に向かってお話は進んでいきます。ミレイユとキリカの関係はどうなるのかとか、あとソルダとは一体どんな組織なのか、そしてアルテナさんとの対面は果たしてあるのか、どん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 引き込まれていくと思いますので、これからもどうぞ応援してください。